今回は久しぶりの女子ライドです。めいちゃん久しぶり。はじめまして、カレンです。カレン、カレンちゃん 28?4 つ上か。2年ぶりだよね、めいちゃん。2年ぶり。あれがね、確かね、22年なんだよね、の夏だったから。ここははじめましてです。カレンちゃんの愛車はデローザですかね。デローザです。デローザ、このカラーのデローザ初めて見ました私。あ、ですか。何年モデルだろう。ロード歴何年ぐらいですか。え、でもそんな乗ってないけど、歴ほど乗ってないけど、あれが9年前とかになっちゃうのかな。もういや、私のほぼ約2倍だ。なんかあのメイちゃんから山をめっちゃ登ってるって聞いたんですけど。そう、自転車は大学の時にやってて、はいはいはい、その後に山にハマって、今はもうずっと山に山ばっかり。山ばっかり。じゃあちょっと私とメイちゃんが置いてかれないようにちょっと頑張ります。怪我で登れてなくて、それで始めたんですけん玉っていう。え、でけん玉友達ですかここ。あ、そうです、けん玉友達。ちょっとだけ補足しておくと、実はメイちゃん紅白歌合戦のけん玉ギネス企画にも出場しているぐらいの超ガチ勢のけん玉プレイヤーなんです。初めて知った。あ、言ってなかった。え、聞いてない。え、そうなんだ。けん玉友達のつながり。けん玉やって知り合って、そっからロードやってるっていうことに後々気づいたって感じ。なんか出てたかったってなって、走り行きたいってなって、なんか行こうかってなって、この流れ。怪我っていうのは 足とか。足、フルマラソン走ったら。フルマラソン走ったんですか。この前大阪のビッグオンさんの金森さんにいただいたやつです。この一目盛り分が水筒に入れる1回分ですね。8回分あります。これでだいたい1000円ちょっとだったから、すごいお手頃だと思う。で、このままあのガン飲みすることもいけるそうです。私は今回水筒に入れます。今回はですね、インスタ360のピンマイクの調子が悪すぎて音声が全部入ってなかったので、アフレコできます。いやー、今回私ヤビツ峠3回目だったんですけど、正直もう結論から言っちゃうと、めっちゃ楽に登れた。エリートホイールさんの新型のドライブヘリックスで登ったんですけど、いやもうね、びっくりするぐらい割と楽に登れたので、めちゃ良かった。で、私たち3人は鳩野駅まで輪行で電車で来て、そこから矢比須峠のね、麓で有名とされているこのセブンイレブンに立ち寄ります。ほぼでね、あの補給食とか買わないと、まあ頂上にね、カフェっぽいものはあるんですけど、それまではね、登ってる途中あまりないので、ここでね、ちょっと多めに水分買っておくといいかなと思います。矢比須峠の特徴としてはね、序盤が割ときついって言われてるんですよ。序盤は割ときつくて、後半になってくるともう淡々とずっと登ってる感じなので、序盤さえ乗り越えればヤビツは登れると信じてます。で、ちょくちょくこまめに水分補給も取りつつ、また登っていきます。目撃情報がありました。菜の花展望台っていうところがあって、皆さんご存知でしたか。展望台の上に登るとね、あの結構これ晴れてたらすごい綺麗な景色だと思います。ここが菜の花展望台みたいです。私この前来た時ここ来たかな。え、こんなところにこんなのあったんだ。面白そう。初めて知った。すごい、ちゃんとサイクルラックもあって、へえ。お疲れ様です。これからもう一回矢光の方の頂上に登って、裏矢光に降りて、ネグジェラートっていうところに行きます。ネグジェラートはサイクリストで有名なのかな。ではない、つくい港自体が有名。こっからだと25キロ、35キロぐらいかな。矢比須峠は基本的にそのべらぼうに綺麗な絶景が見えるスポットがあるとか、そういうわけじゃないので、ちょっと我慢して淡々と登る感じですかね。と、まあそんな感じで何もトラブルもなく無事に登り終えました。出まーす。はい、チーズ。もう一杯行きますか。もう3回目。もう行かない。矢比須峠の頂上で、けん玉の練習をしております。はい、この後本番で2人とも技をやってくれるそうです。技の名前は、ワールドカップの、今年のワールドカップの技で。はいはいはい。なんていう、うぐいす。背面持ち替え、逆手回転剣。長いね、技名が。はい、お願いします。
ルワ川なんてやつ、中本皿一周っていう、かっこいい、中本皿一周、すごーい、あ、まだだった、すごい、おかわりは、おかわり、はい、あー、あー、惜しい、はっ、いやー、難しい、はっ、私もけん玉やることになるとは、いやでも、やらせようぜみたいな話はここでしてたから、そうだったんだ、っていうのを参加するまでやる。え、それもう一生帰れない気がするんだけど。いける。割と10分あれば。おお、いけた。いける。すごい。なぜか私も一緒にけん玉をやることになりました。必然です。必然。これはもうね、けん玉の人抜けた。けん玉の人登った時点でもう。あ、そういうこと。流れらんないです。なんかあれ何だったかな。ドイツが監修してるのか。元プロロードレーサーの。ああ。GCN とかに出てる。あんまり羊羹食べないんですけど、これすごいなんか食べやすくて美味しかった。うん、あれが矢吹峠の看板で、私が2年前ぐらいに来た時まだこれがね作ってる途中とかだったんですよね。よいしょ。この上のカレー屋さんが美味しいみたいです。あ、カレー屋さんじゃない、カレーが美味しいみたいです。あ、上にもサイクルラックあるんだ。初めて来る。初めてです。あ、ありがとうございます。はあ。すごい広い。こんな感じなんだ。おしゃれ。そのスピードに合わせて風が出てくる。そういう扇風機がついてる。カレーケーキ。テラスもあるっぽいですね。あ、すごい。こんなところあったんだ。ここが矢吹峠だとは思えない。矢吹峠ね、私、2年前かな、最後に来たの。2年前に来た時は、裏矢吹が工事中で下れなかったんですけど、今回、工事がもう終わってたので、裏矢吹初めて下りました。下ってみた感想としては、めっちゃ、デコボコ道で、結構悪路が多かった印象ですね。あと、1点だけ注意点ですね。裏矢吹もし、下る方、登る方がいれば、トンネルがね、ちょこちょこあったので、ライトの充電はマストなのと、あと、トンネル通るのが苦手な方は、まあ、表の方の、普通の通常のヤビッツの方から登るでいいんじゃないかなと思います。キャラメルナッツと濃厚ミルクにしました。何にした？いちごミルクと、黒蜜、きなこ餅か、きなこ、あ、わらび餅。すごい、こんな場所があるんだね。ここが、何市になるの？神奈川の、相模原市緑区。相模原か。味何にしたんだっけ？醤油おかき、きなこ。バイバーイ、気をつけて。ちょっと雨降ってるんでね、また走ろう。めいちゃんも気をつけてね、はい、バイバーイ。一発だよ、一発だよ、一発だよ、一発だよ。